メアリー・テレーゼ・マッカーシーは、アメリカ合衆国の作家、批評家。2歳年下の弟に、セールスマンの死や、ボディスナッチャー、恐怖の街で知られる、映画俳優のケビン・マッカーシーがいる。ワシントン州シアトル生まれ。1918年に、スペイン風邪で両親を失い、父方のカトリックの祖父母の家で育てられた。祖父は、アメリカ最初の労働者災害保障法の、 草案作りに関わった人物とされており、彼女が後年抱くことになったリベラルな政治観に多少の影響を及ぼしたとも考えられる。バッサー大学を卒業した1933年は、すでに共産主義の時代であり、当時の多くのリベラルな知識人同様、彼女もまたいわゆるフェロートラベラーの一人となった。だが、モスクワ裁判以降はスターリニズムに強く反発。 トローツキーとの連帯を表明している。以降、パーティザンレビューやニューリーパブリックなど数多くの雑誌でリベラル派の論客として活躍。60年代のベトナム戦争や1970年代のウォーターゲート事件に際してもアメリカ国内の代表的な発言者の一人であり続けた。二度目の夫である批評家エドマンド・ウィルソンの勧めで短編小説にも手を染め、 オアシスなどで作家の地位を確立し、バッサー大の卒業生の女性数名を描いたグループが85万部のベストセラーとなる。広い交友関係でも注目すべき人物であり、とりわけ、フィリップ・ラーブやニコラ・キアロ・モンテ、ドワイト・マクドナルドなど、いわゆるニューヨーク知識人周辺のインテレクチュアルヒストリーを彩る重要なキャラクターと目されることが多い。中でも、 ハンナ・アーレントとの生涯にわたる友情はよく知られており、二人の往復書簡集も出版されている。同世代の女性知識人であるリリアン・ヘルマンとの確執は、後に、ノーラ・エフロンによって、イマジナリー・フレンズというタイトルで2002年に、議局化されている。ありがとうございます。